あ、メールだ。あ、イーさんからだ。なおこさん、こんにちは。いつもブログと YouTube を楽しく拝見しています。ありがとうございます。僕は3月に日本に一時帰国して、たまたまマレーシアがロックダウンになり、ペナンに帰れなくなって4ヶ月が経ちました。はあ、早くペナンに帰りたいのですが、 PCR 検査や2週間の施設隔離などがあり、なかなか難しい状況です。ペナンが今どんな様子なのか気になっています。滞在中によくビバという屋台で食事をしていました。自粛期間が終わってどんな風になっているのか、ぜひ取材してほしいです。よろしくお願いします。あ、そうなんだ、リさん大変なんだ、帰ってこれないんだ。そうですよね、たくさん私の知り合いもペナンに帰れなくなって、やっぱペナンの状況を見てみたいんだな。わかりました。ということで今日は、夜でビバという屋台に取材に行ってきたいと思います。じゃあ、あなたたちはちょっとね、お昼寝しといてください。ではまた。ですね、これは、コンという貝ですね、赤貝になりまして、これを、完全ボイルじゃなくて半煮えぐらいでボイルさせるのがこっちの、やり方といいますか食べ方ですね。でこれが定番のアサリで、これちょっと名前なんていうのかわかんないんですけれども、これも美味しいですよ。そして、お魚ですね。で野菜があります。でここで、お好きなように調理をしてもらう形ですね。じゃあちょっとホーカーセンターを一通りちょっとぐるっと回ってみたいと思います。フライドオイスターのお店ですね。フライドオイスターペナンではすごく人気です。牡蠣をですね、卵で閉じて食べるんですね。ここはブラチャンチキンというエビの発酵したペーストを使ったチキン屋さんです。あとはクレイポットチキンライス、ここにはね、こういうクレイポット土鍋を使ってチキンライスをね。でペナンで有名なのといえばラクサ。最初はね、このラクサの味にドッキリして、なんだこの味と思うんですが、ペナンにね、2年滞在するとね、この味を受け入れられるようになります。で、あとはちょっとした、洋食のお店ですとか、チャーハンの専門店、ペナンのホーカーセンター屋台、あと日本料理ですね、それとダックライス、これも有名ですね。ホーカーセンターといえば、こういったいろんなお店が寄り集まって、こう一つ のテーブルを決めて、そのテーブルの上のところに番号があるので、その番号で何番のところに持ってきてくださいって言って、持ってこられた時に、支払いをするという形になってます。で、肉コツチャって書いてるのは、これはバクテーと発音しまして、でポークですね、ポークのこうスープを、こう薬膳スープみたいな形で食べるのがペナンスタイルというかマレーシアスタイル。これで昔労働者の階級の人たちが余った骨を使って、スープを作って、その中に漢方ですとか、薬膳を入れて、で労働者階級の人たちが、エナジーパワーを蓄えるために
食べていたものです。まあ大体どこのホーカーセンター屋台に行ってもこういったふうなあの定番のマレーシアのお料理があのずらりと、ストール屋台が並んでいまして、こういって、真ん中にテーブルがあって、それぞれの好きなものを頼むといった方式になっています。 MCO、ロックダウンの後もビバーのこのホーカーセンターはとってもにぎわっています。もう以前のような活気が戻ってきているというのはなんだかこうホッとする光景ですね。ではですね、今日はこのお魚ちょっと一ついただきましょう。それとやっぱあのこの貝ですね、やっぱ食べたいですね。これ赤貝ココスというね貝ですね。これちょっと頼んでみたいと思います。でお願いします。あ、こうやってそのまま焼くんだね。私が今まで食べたのはボイルしかなかったんですけど、こうやってね、これはバナナの葉っぱですね。バナナの葉っぱの上でそのまま焼いてみるスタイルですね。新しい試み、楽しみです。ジャパンだ、ジャパン。ジャパン、ウェイ、ウェイジャパン。あー、I'm from Nagasaki. Nagasaki. Nagasaki South. Yes. Yeah. 楽しみ。で、ちょっとだけこうスティーブするみたいですね。で、special sauce. Wine. Wine. Yeah. Wine をかけるみたいですよ。Wine ならうちにもあるぞ。あー、なんか美味しそうな匂いがしてきましたよ。やっぱりね、こういうバナナの皮っていうのはね、このポイントですよね。南国ならではのアイデア。地元のお客さんもこうやってどの魚が新鮮かっていうのをね吟味しながらね、で量りでいくらっていうふうに決まっていきます。こういうの楽しいですよね。あ、ところで我が貝はどうなったか。お魚大きいね。交渉成立って感じですかね。あ、やっぱエイヒレがいいな。うちもエイヒレ頼んだよ。あとおナスと一緒になんか焼き方とかそういうのを相談しながら自分の好きな味付けでね、どういうソースにしてくださいっていうふうにオーダーしてますね。どうやらこのお魚はね、エイみたいですね。ちょっと食べてみましょうね。おいしい。これが貝です。これをね、ちなみにビールは1本18リンギで、日本で32リンギで3本で45リンギだそうです。3本頼んだ方がお得です。はぁ、すべて完食です。
スいかがでしたでしょうか。ペナントもどんどん活気が戻ってきています。また他にも取材してほしいなというところがありましたら、ぜひ番組のコメント欄か直接メッセージをお願いいたします。また今回の動画が良かったなと思う方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた、バッター。